やってまいりました、群馬県。前回ね、山梨行ったんですけど、山梨は河口湖に行きました。あ、そうだ、河口湖行って、あと前回はちょっと高騰の値段でちょっとやられてたから、夜ご飯は食べれなかったから、そう、だから今回は夜食べたいし、前回よりも宿の料金安いんで。前回いくらだっけ？1900とか。今回は1500円ぐらい。500円できました、はい、なのでその分ご飯食べれる。まあ、今回はね、群馬県ということで、今回もね、ちょっと温泉に行くから、温泉行きたいの、うん、でも車で移動したいと思います。じゃあ早速行きます。実は今日はですね、カメラマンさんがそうなんですということで3人体制で横に来ております。もらいました。ゼリーです。後で食べます。バイキングのレシピ並んでます。結構並んでる、並んでる、めっちゃすごい、めっちゃ量ある。こんなに種類ありました。いやめっちゃいっぱいある。食べていきます。はい、いただきます。いただきます。これなんかラーメン気になる。それラーメンの、そうだよ、うん、普通に醤油だよ、醤油ラーメン。何すると行こうか。来ましたよって言って。そうなの。二人分で10円入れます。2回お礼して、お礼2回お辞儀して、で2回拍手して、でお願い事してこうやってやりながら目つぶって終わったら1回お辞儀する。温泉まんじゅう、白い方のまんじゅう。ちょっと半分100円でゲットしました。茶色いまんじゅうも買ったの。これは110円だって。痛い。痛い。
全部食べた。わかる。美味しそうだよ。何がいい？あ、待って、アイスにして迷う。え、もう野菜だね。野菜じゃない。安いやつにして。安いやつ、だって2、3個食べれるよ。野菜もんじゃ470円とか、2個食べて2000円いかない。まず野菜もんじゃ食べる。インド人カレーもんじゃ。ジンいる？お好み焼きは？エセンシア。お好み焼きみたいな。500円。ネギ山で。手抜きだから。寝てるってことだよ。手抜きだ。こっち749円。とりあえずマイケル。これも決め。お好み焼き。お好み焼き。お好き。野菜も。焼けました。めっちゃうまい。ご飯当たりだね。うん。今日ご飯当たりだね。うん、こんにゃく何個入れたと思う自分。で見てきた。私はね、63にしとく。ちょっと微妙。じゃあ70入ってる。これ当たったらなんかもらえる。はい。分かった。明日。え、勝った方どうする？分かった。明日、伊香保温泉でご飯を奢ってあげるっていう。あと、影も悪い気がする。うちでもおでこがめっちゃちっちゃい。これしかない。本当だ。伊勢崎ってとこに今回泊まります。4階413。爪挟まった。鍵ね。待ってカードキーと見せかけて。ここです。すごい明るいしいい感じ。ダブルベッドなんでちょっと一緒に寝ようね今日。ちゃんとアメニティも揃ってるしテレビもついてる。ユニットバスですね。で大きくてめちゃくちゃお腹いっぱいだったんで。だって1人800いくらとかで、もんじゃ2つとお好み焼き1つだって。そう、3種類食べたから大満足。大満足。これ詰め放題で対決したんで、数が少ない方は明日の伊香保温泉に行くんですけど、食べ歩きをごちそうするっていう罰ゲームをしたいと思います。はい、絶対勝ちたいね。ね、詰めた。ちょっと数えていきたいと思います。はい。55。私67でした。イエーイ。入れちゃった。悔しい。うまっ。冷たいのめっちゃ美味しい。うん、美味しい。うん、はい、ということで、明日、ご飯おごってもらおう。カメラマンさんから。なんと、じゃーん。こんにゃく芋の焼酎。差し入れをいただきました。はい、ありがとうございます。たいと思います。あ、もう普通にね、こんにゃくじゃない。芋よりちょっとね、柔らかい。うお、でも芋よりは多分飲みやすい。わかんない、こんにゃくは。え、でもすごいね、なんか飲んだことないこの味。じゃあこれを飲んでみます。はい、おやすみなさーい。今からね、もつ煮を食べに行きたいと思います。楽しみだね。食べれないんですよ。でも、群馬県は煮がね、有名らしいんで、ちょっともつ煮定食食べに行きたいと思います。行きます。行きます。はい。待たれしょくのもつ煮なんですけど、もつ煮の定食の、これです。カウンター席です、全部。すごい。めっちゃ綺麗。
川のね音がすごい聞こえる。もつ煮がさ、口の中が見てこの、なんでだろうね。あ、なんか地図だ、地図がある。これ見てみよう。めっちゃ広いじゃん。ここを下ります。今からなんか水があるので、その温泉の水も飲めるらしい。伊香保温泉飲むんじゃない。鉄の匂いが、鉄の味がする。やだよ、めっちゃ鉄の味がするよ。ナイス。こっちが温泉。鉄の味がした。こっちが温泉なの。これ普通の水じゃない。やだ。まずい。もう階段です。昨日ね、私こんにゃくの回数買ったから、なんかおごってもらおうと思うんだけど、いくら使えるの？500円だったらいい。あ、ちょっとがあるよ。これでちょっと買って、これにしよう。じゃあちょっとこれ買って500円だって。やった、つまりにおごってもらいました。ホワイトとビタのチョコ買ってもらった。うん、いいな。くれんな？いちごだけ。おいしい？うん、うん、よかった。うん、うん、え、これだ。では今からですね、石田の湯っていうところが温泉に、階段のね真ん中ら辺にあって、そうそう、行ってまいりたいと思います。石田のお湯の、温泉行ってきました。すごく気持ちよかったです。ということで、残りいくらか見ていきたいと思います。523円。そんなの？え、私アイス買っちゃうよ。いいの？私マイナス200円だからね。あ、また考えてくれます。よし、今ですね、温泉終わった後にたまきっていうところに来ました。432円。このいちごのアイスを買ったんで、今それ待ってます。なんかついてる。これバニラかな。いただきます。うまっ。めっちゃ美味しい。なんかね、330円だったらモナカのアイス買えるの。でも私322円しか持ってない。で、いくらしたの？330円。320、あと10円ってこと？いいよ、はい、ありがとうございます。これ買えるの？買える。アイス買ってきます。324でございます。324ですか？はい、324で。6円安かった。いただきます。うん、うん、もなかもね、すごいサクサクしてて、アイスさっぱりしてね、美味しいです。バニラ？バニラにした。抹茶ちょっと高いから。最後の食でございます。一応ちょっと食ってめっちゃ食べてる。5000円でこんな、だって5000円じゃないよ、うちら3500円でめっちゃ食べてるから。あとちょっとでね、365段行く。終わり。到着。春名神社にやってまいりましたね。春名神社すごいパワーがすごいらしいんで、いっぱいパワーをもらっていきたいと思います。はい。私は71円。見て、私3円か。3円、ね、頑張ったね。頑張った。しかもなんか最後なんて、はい、食べる予定じゃなかったアイスまで食べれたから、ね、食べれた。もうすごい、今回充実した。めちゃくちゃ充実しました。はい、次回は栃木に行ってまいりましたので、はい、じゃあそちらも動画を楽しみに。
しててください。はい、次の動画でまた会いましょう。バイバイ。